どうもアラヤンです。今週も現在任天堂スイッチのストアでセール対象になっているダウンロードタイトルの中から実際にプレイした上で厳選したものをご紹介したいと思います。最大 80% オフ、427円から948円とお手頃な価格でインディータイトルを中心に9月11日から9月17日でセール期間が終了する約400タイトルの中から個人的におすすめの日本語対応タイトルをセール終了日が近いものからまとめてご紹介しますので、ご購入の参考にぜひ最後までご覧いただけたら嬉しいです。また気をつけてはいるんですが、本動画はネタバレを含む可能性がありますのでご視聴にご注意ください。それでは参りましょう。1本目はアクションシューティングゲーム、エンターザガンジョン。最深部に眠る究極の秘宝、過去を始末する銃を手に入れるため迷宮に潜るといったストーリー。左スティックでキャラクターの操作、右スティックで攻撃を行うツインスティックシューターである本作は、弾幕のように飛び交う敵の攻撃をかわしながらダンジョンの奥を目指す高い難易度のタイトルとなっていました。挑戦するたびに内部の構造がランダムに変化するダンジョンを探索して、宝箱からランダムで入手する装備やアイテムを駆使して先へ進むローグライクアクションの要素を持ちながら、弾幕系ツインスティックシューターということで、とにかく難易度が高いタイトルでしたね。敵の攻撃が激しい上に攻撃を予測しづらかったんですよ。回避アクションで敵の攻撃をかわすことはできたんですけど、四方八方から飛んでくる攻撃に反応が追いつかないことも多かったですし、しかもこちらの攻撃は一定数弾丸を撃ったらリロードを挟む必要があったので、いかに敵の攻撃を先読みして遮蔽物に隠れたり回避できる位置取りを行うかがポイントとなっていて、常に緊張感のあるバトルが楽しめましたね。マップ上に転がっているテーブルを立てて即席の遮蔽物にできるシステムも緊急時には助かりました。基本武器である銃は複数所持することができたんですけど、初めの武器以外は弾数に制限があったので、どの銃をボス専用に温存しておくか考えて弾を残しておいたりと、ランダム構造ならではの緊迫感も良かったですね。条件を満たすと宝箱から出現する装備に新しいものが追加されたので、徐々に攻略しやすくなっていくのはありがたかったです。当チャンネルで過去にご紹介したブレイジングビークスやネオンアビスなんかがお好きな方におすすめ。スタート直後はやられて覚えることが多すぎる気がしましたが、クリアまで30時間程度のボリュームで高い難易度のローグライトシューターでしたので、ぜひセール期間にチャレンジしてみてください。プレイステーションプラスご加入の方は定額プラン対象タイトルでしたので、そちらもチェックしてみてくださいね。2本目はアクションアドベンチャーゲーム、キャリオン。研究所に閉じ込められていた触手を持つ生物は檻を破壊して脱走し、人間たちを蹂躙するといったストーリー。触手がうごめく細胞の塊のようなグロテスクな見た目のモンスターを操作する変わり種の探索型アクションアドベンチャーである本作は、モンスターとなって暴れ回る爽快感がたまらないタイトルとなっていました。サイドビュー形式でマップ探索を行うことでギミックを操作したり、謎解きを行って先へと進むスタイルとなっていて、主人公のモンスターは軟体生物のように体の形が自由に変化したので、触手を使って上下左右に縦横無尽に動き回ることができて、壁を伝って上方向に進んだり細いパイプの中を通ったりと、人間のキャラクターだとできない動きを楽しむことができました。天井裏を通って背後から人間に襲いかかったり、橋の上の敵を水中に引きずり込んだり、さまざまなアクションを行うことでモンスターになった感覚を存分に味わうことができましたね。マップに落ちている DNA を取り込み進化して新しい能力を覚えることで探索範囲が広がっていくメトロイドバニアなタイトルでしたので、この手のジャンルがお好きな方はもちろん、マンイーターのような暴れ回る系のパニックアクションがお好きな方にもおすすめしたいですね。マップ表示がなく道に迷いやすかったものの、クリアまで5時間程度のボリュームでラストの展開に驚かされるパニックアクションでしたので、ぜひセール期間に探索してみてください。3本目はアクションゲーム、刀ゼロ。裏社会に生きる主人公は雇い主から任務を受けて犯罪やドラッグに関与する闇の人物を刀を振るって始末するといったストーリー。ハイスピードな斬撃アクションである本作はスローになった世界で弾丸を弾いて敵をなぎ払うスタイリッシュなタイトルとなっていました。
攻撃を受けると一撃でやられる主人公を操作して刀で敵を殲滅するアクションタイトルで、敵はもちろん銃を使って応戦してきたので時間をスローにすることで弾丸を回避したり刀で弾き返したりするんですけど、うまく突破した時の爽快感が半端じゃなくて癖になるプレイフィールでした。敵を殲滅するためのルートは一通りではなくて、時にはマップに落ちている瓶や刃物を投げつけることで敵を倒すこともできたりして、様々なパターンで攻略を試すことができたのが良かったですね。裏社会に生きる人物たちが織りなす暴力的なシナリオや、精神安定剤を投与することで世界の時間を操作できるようになる主人公の謎だったりと、ゲーム性だけでなくストーリーも引き込まれるものとなっていて、シーンに合わせた演出もとてもうまく作られていたので、徐々に物語の全貌が分かるようになっている展開も相まって目が離せませんでした。イベントシーン中も会話の選択に時間制限があったり、相手が話しているのを遮って会話を終わらせることができたりして、どんな方法を取ったかで相手の反応も変化したので、いろんなリアクションを見たくて何度もプレイしたくなりましたね。世界観や雰囲気で言うとラクーナなんかがお好きな方におすすめ。独特の操作感に慣れるまで少し時間はかかったものの、クリアまで5時間程度のボリュームで時間を操作するバトルが楽しいタイトルでしたので、ぜひセール期間に挑戦してみてください。4本目はアクションアドベンチャーゲームグリス。辛い経験から逃れるために自分自身の世界に迷い込んでしまった一人の女の子グリス。色褪せた世界を美しく彩ることでグリスの心を成長させるといったストーリー。アートのような世界で色を取り戻すために旅をするアクションアドベンチャーである本作は、言葉は使わず美しい BGM が織りなすストーリーテリングに心揺さぶられるタイトルとなっていました。いやー、本作は世界観と BGM がめちゃくちゃ美しくて引き込まれました。まずは BGM ありで序盤のワンシーンをご覧ください。ね、素敵でしょ。言葉でシナリオが語られることは一切なくて、表現しようとしていることがぼんやり伝わってくるくらいなんですけど、その BGM とビジュアルに圧倒されて、とにかく心が揺さぶられる印象でした。ゲームシステムとしてはギミックを使って謎解きをしながらマップ上に散らばった星を集めるもので、難易度も比較的優しいものとなっていたので、アートのような世界観と徐々にたくましく成長していくグリスの姿を楽しむタイトルといった雰囲気でした。風の旅人なんかがお好きな方におすすめ。背景と同化してギミックが見分けづらい場面があったものの、クリアまで3時間程度のボリュームで、クリアした時は映画を1本見終わった後のような余韻に浸れましたので、ぜひセール期間に冒険してみてください。 Xbox ゲームパスご加入の方は定額プラン対象タイトルでしたので、そちらもチェックしてみてくださいね。5本目はアクションアドベンチャーゲームデスズドア。死者のソウルを回収するために日々出勤する主人公のカラスは、担当したソウルを何者かに奪われたことで大きな事件に巻き込まれていくといったストーリー。死神カラスがソウルを求めて冒険するアクションアドベンチャーである本作は、謎解きとバトルが楽しいタイトルとなっていました。ジャイアントソウルを回収するために謎解き要素のあるマップを突破し、ボスを撃破して先へ進むシステムとなっていて、新しく手に入れた装備を使うことで奥に進めるようになるダンジョン形式のマップは、 2D ゼルダがお好きな方に刺さるんじゃないでしょうか。剣による近距離攻撃と弓矢や魔法による遠距離攻撃は謎解きだけでなくバトルでも有効で、特にボスバトルでは特定の攻撃をタイミングよくヒットさせることでダウンを取ることができたりと、ギミックをうまく使った戦い方を求められるあたりも 2D ゼルダライクな印象を受けましたね。初めて戦うボスでは初戦で勝てるかどうかのギリギリの難易度となっていたんですけど、やられてもペナルティは特になかったので安心して何度も挑戦することができました。どうしても勝てない場合はマップをくまなく探索することで回収できるソウルを使ってカラスを成長させることもできたので、クリアできなくならないような配慮も感じられましたね。マップに迷いやすい側面はあったものの、クリアまで10時間程度のボリュームでゼルダライクな遊びやすいタイトルでしたので、ぜひセール期間に冒険してみてください。
Xbox ゲームパスご加入の方は定額プラン対象タイトルでしたので、そちらもチェックしてみてください。6本目はアクションゲーム、マイフレンドペドロ。見知らぬ地下室で目覚めた主人公は、目の前にいたシャベルバナナと共に脱出を試みるといったストーリー。記憶喪失の主人公が生き残るために裏社会で暴れ回るガンアクションである本作は、世界をスローにして弾丸の雨をかわして戦うのが爽快なタイトルとなっていました。独特の操作性とハイスピードな敵の攻撃が特徴となっていて、フォーカスと呼ばれる世界をスローにする力を使って目で見て回避するのが難しい速さの敵の弾丸をかいくぐりながら手にした銃で敵を殲滅していくんですけど、うまく立ち回ることができた時の爽快感が半端じゃなかったですね。スローの扱い方がかなり独特の操作性だったので、慣れるまで時間がかかりましたが、うまく使えるようになってくると敵の弾丸をかわしながら2人の敵を同時に射撃することができたりして、どんどん爽快感が増していきました。ステージクリア型のタイトルで、ステージごとに自分のプレイを評価されてランク付けされたので、 S ランクを出したくてつい何度もプレイしてしまいましたね。ランク表示の画面でうまく立ち回れていたシーンがリプレイされたので、かっこよく動けていたら何度も見てしまったんですよ。ステージ切り替えのロード時間が長いのが気になりましたが、クリアまで4時間程度のボリュームで、全ステージ S ランクを狙うならまだまだ遊べるタイトルでしたので、ぜひセール期間に遊んでみてください。7本目はアクションシューティングゲーム、ルイナー。2091年、暴力とテクノロジーに支配された都市を舞台に、誘拐された兄を救い出すため体を機械化した主人公が組織に挑むといったストーリー。サイバーパンクな世界観で、ステージクリア型のアクションシューティングである本作は、レベルアップによる強化と様々なスキルで敵をねじ伏せるバトルが楽しいタイトルとなっていました。無機質で廃れた街並みや、ロボットにサイボーグ、肉体の機械化とサイバーパンクゴリゴリな世界観で繰り広げられるバトルアクションで、左スティックで移動、右スティックで照準といったツインスティックシューターのようなシステムではあったんですが、個人的には近接攻撃を多用した戦い方になっていたので、アクション寄りの印象を受けたタイトルでした。特徴的だったのは、敵を撃破することで経験値が溜まってレベルアップして、レベルアップすることでスキルポイントが手に入ったので、このポイントを振り分けて主人公を強化したり新しいスキルを覚えることができたところにあって、一時的に時間の流れを遅くして高速で移動する敵を相手に近接攻撃で立ち回ったり、スタングレネードで敵の動きを止めたりと、さまざまな戦略で戦えたところが面白かったですね。スキルポイントの振り直しが自由にできて、勝てないボスが現れたら別のスキルを使って挑戦するのも簡単だったので、全体的に遊びやすくて敵を殲滅する爽快感がありました。ミッションを完了すると街の人たちと会話することができたところも、サイバーパンクな世界観をより味わえるポイントでした。スキルが増えてくる終盤にバトルが少し単調になったものの、クリアまで5時間程度のボリュームで、サイバーパンクがお好きなら楽しめるタイトルでしたので、ぜひセール期間に遊んでみてください。いかがだったでしょうか。今回は427円から948円で遊べる任天堂スイッチのセール対象の中からおすすめのタイトルをご紹介しました。残念ながら本動画をご覧になった時にはセールが終了していたという方は、スイッチのストアで欲しいものリストに登録して次回のセールを見逃さないようにしてくださいね。本日ご紹介したもの以外にも、当チャンネルで過去にご紹介したタイトルで再度セールに出ていて終了日が近づいているものがたくさんありました。このあたりは動画の概要欄にまとめておきましたので、他の動画も見ていっていただけると幸いです。また本動画ではご紹介しきれなかったんですが、9月11日からの1週間は侍と黄泉の世界が融合したモノクロ剣撃アクション、トレックトゥ黄泉や4対1の非対称対戦型グロテスク鬼ごっこ、デッドバイデイライトなんかもセール終了日が近づいていましたので、他のゲームも探しているという方はストアを検索してみてくださいね。ということで、皆様のゲームライフに少しでもお役に立てれば光栄です。この動画が参考になったという方は、チャンネル登録や高評価ボタンを押していただけたら励みになります。皆様の感想もコメントいただければ嬉しいです。じゃあ今回はこの辺で、また次の動画でお会いしましょう。